日本の運転免許仮運転免許仮免許、練習中の車仮運転免許とは、日本の運転免許証の一つで自動車運転免許を取得しようとする者が、路上で運転の練習をするために必要な運転免許である。一般的には仮免許、仮免などと略して呼ばれることが多い。これに対して最終的に得ようとする自動車運転免許は、本免許、本免などと呼ばれる。 警視総監、または、角度府県警警察本部長の許可のもと、発行される形をとっている。ここでは、仮免許保持者の路上練習について、概要で説明する。また、指定自動車教習所、自動車教習所において指導員の、か行われる、いわゆる、高速教習、高速協定についても講述する。仮運転免許保持者は、行動における、 路上練習が可能になる。あくまでも路上練習のための免許であるため、この免許で誰か、親類や友人等を送迎するといったことは一切許されない。いった場合は仮免許条件違反となり、仮免許を取り消されたり、本免許の試験を受験できなくなる危険がある。また、指定自動車教習所の卒業検定、もしくは運転免許試験上の本免許技能試験を、 受験する際、路上での試験が行われるため仮免許がなければ、試験を受験することができないので、本免許を取るためには、必然的に仮免許発行を経ることになる。仮免許には、普通仮運転免許、準中型仮運転免許、中型仮運転免許、大型仮運転免許がある。それぞれ、適正試験を受けた日から起算して6ヶ月、有効であり、 路上における運転練習のため仮免許を所持して以下に過剰可記する基準に該当する運転免許保持者を指導者として助手席に同乗させ仮免許練習中の標識を所定の位置に装着した自動車で道路交通法施行規則の定める道路において路上練習をすることができる。同乗指導者の資格はのいずれかである。ただし上の条件を満たしていても 免許停止処分中は同乗指導者となることができない。また、限定免許がある場合は、その車種で運転指導する。つまり、運転交代が可能であることが同乗指導をするための最低条件である。上記の項目には年齢に関しては特に触れられていないが、絶対的な加減年齢条件としていずれも十一歳以上であることが共通条件となっているほか、逆に、 上限年齢に関しては70歳以上の高年者であっても100歳を超えていても現役でなおかつ上記の条件を満たしてさえいれば年齢上限はない仮免許練習中標識仮免許練習中標識の様式は道路交通法施行規則別記様式第11に定められておりとなっているただし実際は厳密にこの様式に従って制作しなければならない ことはなく、厚紙などにマジックなどで太く明瞭に記したものを、車両前後の見やすい位置に粘着テープで貼り付ければ、良いとされる。ちなみに、この企画に沿った仮免許練習中標識は、各都道府県の運転免許試験場の売店などで、前後一組500円程度で販売されているが、教習所によっては仮免許取得時にもらえる場合もある。教習者の多くは、 仮免許練習中標識をフロントリアバンパーのサインボード置きに差し込む形になっており、裏面にはその教習者の合車番号が書かれるか白紙の状態になっている。リア側の標識の上部には記事、黒文字で急ブレーキ注意と書かれている。なお、高速道路教習の場合は、高速教習中急ブレーキ注意とプレートが変更されることが多い。なお、 指定自動車教習所の卒業検定や運転免許試験場での本免許技能試験の場合仮免許練習中標識は用いられず代わりに運転技能検定中や運転免許検定中運転免許試験中などといった標識が使用されるルーフには白文字で検定中と書かれた赤い三角錐が貼り付けられるこの場合は同乗者は 指定自動車教習所の場合は、技能検定員、運転免許試験場の場合は、運転免許試験官となる。ちなみに、仮免許証の表に発行権者が記載されているが、公安委員会管轄の運転免許試験場等で申請した場合は、各都道府県公安委員会の名義で発行され、警察署で申請した場合は、警視総監及び、各道府県警察本部長名義となる。 また、路上練習中や他の免許で事故や交通違反があった場合、本免許の発行が拒否、または保留となる場合がある。仮免許では、原動機付き自転車、小型特殊自動車を運転することはできない。これは、仮免許は免許を受けるため運転を練習しようとする者が、路上で運転するための仮の運転免許であり、原付免許、小型特殊免許は、 仮免許のい免許ではないためである。ただし、普通仮免許は順中型仮免許、及び中型仮免許、大型仮免許のい免許、順中型仮免許は中型仮免許、大型仮免許のい免許、中型仮免許は大型仮免許のい免許である。よって、例えば、大型仮免許取得者が練習、または試験のために、中型自動車、 中型仮免許取得者が練習、または試験のために準中型自動車、準中型仮免許取得者が練習、または試験のために普通自動車を運転することは可能である。道路交通法第84条第5項で正式名称及び略称が定められており、第87条第2項で練習または試験等において運転することができる自動車を定めている。 仮運転免許の有効期間は、道路交通法第87条第6項の規定により、仮運転免許の運転免許試験を受けた日から6ヶ月とされている。ただし、有効期間に達する前に、大型自動車仮免許を受けた者が、第一種または第二種の大型自動車免許を受けたとき、中型自動車仮免許を受けた者が、大型自動車もしくは、 中型自動車を運転できる第一種または第二種免許を受けたとき、中型自動車仮免許を受けた者が、大型自動車もしくは中型自動車、準中型自動車を運転できる第一種または第二種免許を受けたとき、普通自動車仮免許を受けた者が、大型自動車もしくは中型自動車、準中型自動車、普通自動車を運転できる第一種または、 第2種免許を受けたときは効力を失うものと規定されている。また、本免許技能試験合格後、道路交通法により取得時講習が義務付けられている。この場合も仮免許証が必要になるため、事前に申請すれば、取得時講習のために仮免許の有効期限を延長することができる。年齢や視力、聴力、運動能力に問題がないことなどの一定の 取得条件を満たしていれば、各都道府県の公安委員会が管轄する運転免許試験場で、視力や蒸気障害についてなどの適正試験、学科試験と技能試験を受験し、合格すれば取得することができる。必ずしも指定自動車教習所に入所しないと取得できないわけではなく、運転免許試験場の一連の試験に合格できれば、 一切教習を受けなくても仮運転免許は取得可能である。ただし、指定自動車教習所では日々慣れ親しんだ教習コースで試験が行われるが、運転免許試験場においては、指定自動車教習所の技能検定より合格の採点基準などが非常に厳しく、また練習走行の機会のない不慣れなコースで技能試験を受けることになる。よって、一般的には、 指定自動車教習所で運転免許を取得する過程で一定時間以上の技能を教習と学科教習を受けた後、指定自動車教習所内で仮免許試験を受験するものがほとんどである。この場合、はじめに試験場における技能試験と同内容の項目を実施する終了検定を教習所内のコースで受験し、終了検定に合格した。 教習生は引き続いて教習所内で学科試験を受験する。試験終了後採点し、合格者が確定した後、教習所が合格者の仮運転免許の交付申請を一括して行い、教習所経由で仮免許交付となる。法的には、本来公安委員会が管轄する運転免許試験場で行う適正試験、学科試験を 指定自動車教習所に実施を委託し、技能試験については、指定自動車教習所内の終了検定に合格することで、技能試験を免除する扱いとしている。反面、自動車教習所に入校する場合の費用と、試験場受験にかかる費用を比較した場合、先述の一発試験は一回の試験費用が数千円程度であるため、繰り返し試験場に通って合格を狙う者も,も、 多数いる。なお、普通仮免許または準中型仮免許に、限り仮免許を試験上合格で取得した場合、指定自動車教習所の第2段階から入所することが可能である。原則として仮免許保持者が運転可能な道路は、道路交通法施行規則の以下に引用する条文に、定められており、となっている。よって、高速自動車国道、 自動車専用道路、混雑道路における路上練習はできないことになるが、指定自動車教習所では、いわゆる高速協定が存在し、指導員の同場のもとで高速道路、自動車専用道路における仮免許保持者の路上練習が行われている。これは、届け出自動車教習所が行う、教習の過程の指定に関する規則により、 路上練習可能道路に関する規則が除外されるため、教習課程として別途認可されたものである。大型仮運転免許証の理面2007年6月2日の中型自動車免許制度導入とともに試験制度が変更され、中型第一子及び大型自動車免許を受験する場合は、ともに必ず中型、または大型仮免許の取得が必要となった。 なお以前の大型自動車試験においては、運転免許試験場内のみを走行する、技能試験、または指定自動車教習所内のみを走行する、卒業検定を受験する場合は不要であったが、変更後は、場外の路上に出て走行する試験も加わった、ことにより必要となった。中型自動車で練習する際、指導する同乗者は8トン限定中型、免許所持者ではなく、 限定なしの中型免許または大型免許所持者であることが条件となる。また、上記により大型仮免許を取得した者が中型免許の試験を受けることも可能ではある。なお、中型または大型自動車第二種免許を受験する場合、それぞれを運転できる第一種免許を所持していれば仮免許は不要であるが、直接第二種免許から受験する場合は中型。 または、大型の仮免許取得が必要となる。その場合、仮免許はバス型に限るといった条件が付けられ、運転練習及び技能試験はバス型の車両で行わなければならないで運転すると、免許条件違反となる。しかし、AT 社に限るといった条件などとは違い、技能試験に合格をして、中型二種免許、または大型二種免許を取得した場合は、 この条件は解除され、バスだけでなく、トラックなども運転できる。二千十七年三月十二日の、準中型自動車免許制度導入に伴い、準中型免許を受験する場合は、必ず準中型仮免許の取得が必要である。準中型自動車で練習する際、指導する同乗者は5トン限定準中型免許、所持者ではなく、限定なしの準中型免許、中型もか、 または、大型免許所持者であることが条件となる。ありがとうございます。